山下さくらのひまわりラジオ。はじめまして、こんにちは、こんばんは、山下さくらです。今回は前回に続きまして、方言の面白さと難しさの後編となります。笑われたり怒られたりしてから人前ではあまり言わなくなった方言も後半でお送りしたいと思いますので、それはどんな方言なのか聞いてからのお楽しみということで、それでは本日も最後までお付き合いください。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。ひまわりラジオ34回目となりました。前回に引き続き後半となりますが、ひまわりラジオを含めひまわりチャンネルは YouTube からだけではなく、旧 Twitter である X や Facebook、 そしてインスタや TikTok からも見たり聞いたりしてくださる方が見えてとても嬉しく思います。今回のこの方言についてのお話なのですが、前編のラジオでもコメントを各所からいただきまして、方言ってやっぱり面白いなと実感しました。今回は後編となりますが、何も考えずに普通に口から出た方言が突っ込まれて、後で確かにこれは安易に口に出してはいけないなって思った方言も飛び出てきますので、皆さん変に思わないで聞いてくださったら嬉しいなって思います。デラウマとかハエムシなんて恥ずかしくても可愛い方だと思うぐらいのレベルの方言です。名古屋育ちの人には当たり前でも、他県では気をつけなければなりません。これに似て母親も高山弁で他県では言えない恥ずかしいびっくりした方言もあったようなので、そちらもお話できたらと思います。それでは早速本日の本題へと参りましょう。まず他県で話せない方言はラジオの後半へ置いておきまして、前半は本当にたくさんあるので略しながらお話を詰めていこうと思います。はじめに私が東京へ上京して名古屋との違いに気づいた方言からいきますね。学校に関する方言なのですが、ザライタって皆さんなんだかわかりますか？私はこれもみんなそう呼んでるものだと思っていました。ザライタって名古屋弁らしいんです。正解はスノコのことです。スノコって何って思って聞くとザライタのことでした。ザライタこそ何って聞かれて笑った方言です。それから机を全部後ろに移動させて教室の掃除をする際、その机を後ろに移動することを名古屋では机をつるって言うんです。机つって後ろ行ってねみたいな。机をつるというのも名古屋弁だと初めて知りました。あと名古屋では授業と授業の間の休憩を放課と呼んでいるのですが、授業が終わってからの時間を放課後と言われていたことにすごく違和感を感じて、これも名古屋弁だと知りました。ちなみにその時間のことを名古屋では授業が終わったらとか帰る時にとか普通に言っていました。次にこれは普段でも使う言葉なのですが、私がレッスンスタジオのカーテンを指示した際に笑われた方言です。ごめん、ちょっとそこのカーテンをパーパーに開けてって言ったんです。みんなにパーパーって何って大爆笑されたのですが、これも名古屋弁でした。窓やドアをパーパーにする、これって意味わかりますか？標準語では開けっぱなしにするとか全開にしてという意味です。他にも名古屋弁ははさかる、ビタビタ、だがね、ほんだで、ぶちゃかる、ほかるとかたくさんありますが、きりないですよね。そうそう、全然関係ないのですが、高山ではかわいそうのことをかわいいというのが不思議に思っています。
はい、お待たせしました。他県では安易に使えない方言へと参りたいと思います。最初に私のお話からですが、まだ都内に上京して間もない暑い日の出来事です。そんな日に自転車に乗ろうとしたら、サドルがものすごく熱くなってるなんてあるあるですよね。そういう時に私が言った一言なんですが、友達がちょっと恥ずかしいから、そんなこと大きな声で言わないでよって怒ってきたんです。最初はなんで怒られてるのかわからなかったけど、気づいてからは使わないように気をつけました。どんな言葉だったと思いますか？私が言った一言は、うわー、デラチンチンだがんです。名古屋では暑くて触れないようなめちゃくちゃ暑いことをチンチンと言います。ここイントネーション大事なところですから気をつけてくださいね。夜間やポットとかでも、チンチンだから焼き損しないようにとか普通に使う方言です。そして次に母親から聞いた方言、これはですね、関西の人に言われた言葉がきっかけだったそうなんですけれど、関西の人が、うわー、かわいいベベこうてもろてと高山の子供に言ったそうなんですけれど、その子供は男の子だったそうです。それでその子はその関西の人に、ベベちゃうもん、俺男やから〇〇やもんと、〇〇とはさっきの話ではないですが、男性の陰部のことなんです。そうなんですよ、関西ではベベって洋服なんですけれど、高山ではベベというと女性の陰部なんだそうです。そしてもっと面白いのが、女の子は B、男の子は坊と呼ぶんですけれど、これは私も子供の頃から B とか言われてて面白くて笑っていました。いかがでしたか？さすがにこれはその地域では普通であっても、他県では別の意味に取られてしまうので、安易に口に出せなくなりますよね。この他にも、もし他県で使わない方がいい方言がありましたら、ぜひ教えてください。はい、今回は方言についての後編をお送りしてまいりましたが、最後にですね、これも他県で使わない方がいいという名古屋弁を一つご紹介したいと思います。これは私が社会人になる時のオフィスマナーの研修に行った時に指導者さんが体験したというお話になります。出張先である東京の会社での出来事だったそうですが、相手の方とのお話中に第三者がテーブルに置いていた書類を移動させようとした時、その指導者さんがその人に一言、あ、それなぶらんといてくださいと言ったそうなんです。名古屋人なら誰でもわかる言葉なのですが、その東京の人である第三者は、え、殴ったりしませんよと返してきたそうなんです。なぶるを殴ると間違えたようでした。なぶらないでって触らないでってことなんですが、それ触らないでくださいと言ったつもりが、殴らないでくださいって聞こえてしまったようで、誤解がその場で解けたのでよかったけれど、他県での勤務中は方言はなるべく使わないように気をつけましょうということでした。確かに殴るって使わない地域では、殴るって言われたように聞こえるなって、私もそこで初めて気づきましたが、本当に方言って可愛くて面白いけれど、時には使わない方がいいこともあるんだなって思いました。はい、ということで前編と後編と2回に分けての方言のお話はいかがだったでしょうか。皆さんの地域の面白い方言なども教えてもらえると嬉しいです。それでは本日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。お相手は山下さくらでした。